おはようございます。高山設定のアンジェです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日も高山設定の成功化実証済みの、コンテンツを新たに提供していきたいと思います。はい、今日はですね、この東京オリンピックの、記念 T シャツの白ですね。今日はこの白で、来てですねお伝えしたいと思います。まあ、ただのミーハーかもしれませんけども、まあ、4年に一度のですね、オリンピックで日本で行われるんで、ぜひですね僕も乗っかっていきたいと思います。はい、でですね、本題に入っていくんですけども、今日はですね、膝の水ですね、膝のお皿で膝に水が溜まるっていうトラブルがよくあると思うんですけども、それでですね、メリットとデメリットの話をしたいと思います。でこれですね、僕も、膝これ中学校の時に最初に抜いた記憶があります。あのサッカーの試合をしてですね、膝にタックルを受けて、膝が腫れたんですね。で膝が曲がらないぐらいパンパンに腫れたんで、ちょっとこう水を抜かないといけないんじゃないかなっていう、みんな周りのチームメイトとか言われたんで一回水を抜いたんですけど、すごい痛かったのを覚えてます。でまあ水抜いたからといってですね、そのまま放っててもまた意味がないんで、こうシープ貼ったりとかいろいろそういう処置をした記憶が、遠い記憶があります。でまあこういう世界に入ってからもですね、まあ僕が、膝の手術をした後遺症でですね、血が溜まるっていうちょっとわけのわからない症状が出たんですけども、まあまあ同じような感じでこう注射器をプチュッと刺してチュッと抜くんですけど、これがですねどうしてもやっぱり僕は痛いしこれ治っているっていう感じがなかったんですね。なぜならですね、何回も繰り返しているからです。2週間に1回とか10日に1回とかですね、その頃になったらもう言えばペットボトルの水と同じような感じで、溜まってきたら捨てないといけないっていうようなですね、雨漏れ状態ですね。雨漏れの、こうバケツっていうか桶をですね、置いてるところにこうピチャピチャピチャと溜まったものを、1回捨てなあかんのか、10日か2週間に1回ぐらいの頻度じゃないかと思ったんですよ。で実際僕のところに来られてる方も、その膝の水を抜いたとか、ヒアロン酸を打ったとかよく聞きます。でメリットももちろんあると思うんですよ。痛みが引くとかですね、でもデメリットの方が将来的に考えたらですね、非常に危険なのかなって僕は思います。でですね、すいません何度も咳をして、でですね、最近来られた方で、右の膝がすごい腫れたんで、病院に行きました。でですね、これが10回、1週間に1回ね、通ってくださいと。で、水を抜くのが、5回すいませんで、ヒアルロン酸の注射を5回で、よかったらこれが3回になることもあるらしいんですね。でそういう周期の仕方もいたら、この 5回来てくださいね、1週間に1回5回、1週間に週1、5回をだから1ヶ月ちょいですね、来てください。これを水を抜くで、ヒアロン酸を打つで、一番怖いのがですね、ここで痛みが、注入ですね。一番怖いのがですね、ここで、痛みがなくなることなんですね。お医者さんはその症状に対しての処置はしてくれます。適切な処置だと思いますよ。お医者さんが膝の水が溜まった、これはまずいだ、そこの患部に、そんだけ腫れてるんだったらそれを抜こう、抜いて次ヒアロン酸入れたら、その軟骨のすり減りとかが、マシになって痛みが引くという処置をしてくださってるんで、これは別に悪いというかですね、お医者さん的には別に悪くないと思ってます。ただ、これをですね、自分の体、もしくは家族の体、もしくは自分の子供の体にこれを考えたらですね、すごい僕は不思議なんですね。何が不思議かというとですね、原因を探していないとかなんで、ちょっと今
ちょっと沈黙になっちゃいましたけど、原因を探してないっていうことが僕は大きな、落とし穴なのかなと思ったんですね。なぜかというとですね、今のは、この水が溜まった、膝に水が溜まったっていう現象にアプローチしてますよね。こいつに、注射打って、注射で水抜いてそこに処置したら治るやろみたいな感じで、でもそれそもそもなんで水が溜まったのかっていうところを解明してないんですね。例えば、その太ももの骨、膝下の骨、まあ大腿骨、肩骨って言いますけども、そこの骨のその関節、その接合部当たるところ、こう軟骨、半月板というのがお互いについてこう動きますよね。でこれが例えばですね、筋肉の緊張によってちょっと引っ張られるとか、内側に引っ張られる、外側に引っ張られるっていうことで、この関節の中の動きが悪くなるっていうことがあるんですね。でその動きが悪いまま我慢してると、お皿の動きも悪くなる。そしたらですね、関節のはめ合いが悪くなる。そしたら、さらに膝が痛くなる。そしたら水が溜まるというですね、原因もありますね。泣きしもあらずという言い方です。泣きしもあらずなんですよ。あと僕みたいに、手術した後に何らかの拍子でその関節の水が入っている袋に傷がいって、そこから血が入ったとかですね、そういうこともあるんですよ。で何かというと、この原因を探しきれてないっていうのがデメリットだと思うんですね。応急処置的には水を抜いてヒアロン酸いいかもしれないですけど、これがまたもしかしたらですよ、1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後、果たして1年後、2年後にまたこの水が溜まるってことになってきたらですね、次どうなるかというとですね、非常に状況が悪くなっているってことなんですよ。そこをですね、踏まえて僕はこの処置をしないと、膝が曲がって変形性膝関節症になりました。で最後待ってるのって人工関節です。人工関節っていうのは、いわば、人工のものを関節入れ替えるわけですね。それ体はいいか悪いかって言ったらですね、異物入れる時点で悪いっていう評価を僕はしてるんですね。で、そうならないために原因を究明してほしいと思います。で僕一つ今日あなたに言いたいのは、これです。はい、これですね、筋肉柔らかくするっていう、炭酸のスプレーなんですね。でこれ何がいいかというとですね、筋肉のさっき言った上の骨、下の骨、もう肘でもそうです、肩でもそうです、余計な緊張が走ってると関節ってこうちょっとずれたりするんですね。ずれることを繰り返していくとですね、こう痛くなってくるんですよ。これもう常識的に考えたら分かるかなと思うんですけど、例えば、これが関節としましょう。普通当たらない、ね、ここに、軟骨、半月板とかがあってこう当たってもクッションになってます。でこれをですね、こういう感じでこう曲げてる、歪んだ状態で曲げていくと、まさに今当たってるじゃないですか、擦れるじゃないですか。擦れることによって、いわば関節内の組織が、痛められることによって、この熱を持って水が溜まるっていうことが起きうるんですね。で僕が言いたいのは、そのこういう状態、擦れたその関節のこう不調なところに筋肉のその過剰な緊張が走ると、このままの状態になっちゃいます。それを筋肉柔らかくしてこう戻して、こういう動きで正しい動きに持っていくんですね。そのためには、まず関節の動きも大事なんですけど、まず筋肉のこの柔軟性を回復させてほしいです。でこれ、ちょっと、ね、動画見ていただいている方、炭酸水でいいんですかとか、炭酸水どこで売ってるんですかとか、炭酸スプレーってどんなのがいいんですかって聞かれるんですけども、僕はただこれを自分で販売してるからこれを勧めてるんですけど、あなたの気に入ったもので結構です。別に僕はこれを売るから動画を撮ってるんじゃなくて、炭酸の良さを伝えたいだけなんですね。で、物質炭酸水でも効果は出ます。ただ効果は薄れますけども、出ないことはないです。で、この原因を究明するために、僕はこういう処置をしております。もしで、あなたの周りでですね、お年寄りのお母さん、お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんが、膝が痛いとか肩が痛いんであれば、炭酸のスプレーをかけてあげて、筋肉柔らかくまずしてください。そこから関節の、バランスを取っていったら、痛みっていうのはですね、瞬く間に減っていきます。ぜひですね、一回試してほしいと思います。またですね、こういう、メリット、デメリットの話もですね、今後していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。ではですね、次回またお会いしましょう。さよなら。